こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、とってもいいメッセージだったと思います。まあ、私はですね、吉田さんが言われてること本当にわかるんですよ。思考の基準を上げていかないと受け取るものが受け取れなくなってきますよねってことなんですよね。要するに受け取る人に対して受け取る力量を求めてるわけなんですけども、私はちょっと違うんですよ。これはですね、受け取る人の力量に合わせたこちらが発信をキーワードとかね、話し方とか例え話を変えていかないと受け取ってもらえないと思ってるんですよ。だからどうすればいいかっていうと、私は全体放送っていうのはざっくりとしたことをお知らせします。その上でですね、個別の連絡を受けるんですよ。これはどういう意味なんでしょうか、私の状況に照らし合わせたらどのように解釈すればいいんでしょうかって質問が来るんですよ。ありがたいですよね。その方の背景とか人生とか余剰時間とか余剰資金に合わせてカスタマイズしたものを私は教材としてその方にお渡しすることができます。これが速稼塾の教材なんですよ。ですのでですね、速稼塾に入りました、情報を受け取ってますだけでは何にもできません。そこからがスタートなんですよ。久保さんと、今日は私はこんな人生を送りました、そしてお金の残ったこれです、人生は人間関係はこうですと、で今の状況はこうですというふうなこと細かく分かったところで、その方との関係が深まったところで、あなたの教材作りますって形でやると儲かるわけなんですよ。当たり前ですよね。だって口コミが下手な人にいきなりネットワークビジネスだとか言ってね、アポイントメント取れって無理なんですよ。じゃあ一つずつ、あなたは例えばね、人に会うのが苦手、話の組み立て方も下手、じゃあ話を鍛えていきましょう、話の組み立て方を作っていきましょうっていうふうなのものんびりと育てていくのも一つの方法なんですよ。その方がコンスタントに頑張れるようなね、そういう環境を持ちだったらそれをやっていきます。でも、いや私はとてもね、人前では話せないんです、でも書くことだったらできるんですよっていう方だったら、じゃ あ例えばね、スライドショーのプレゼン資料を作りましょうってことでもいいんですよ。で、ライティングでね、ブログで集客しようでもいいんですよ。方法は変わってきますから。そういった形でね、私は受け取る人の力量はバラバラなんで、そのバラバラに合わせて一人一人の教材を作るというふうなのが速稼塾のカリキュラム本題になってます。だからそれを受け取った方ってそれは儲かりますから、残額払いますよね。速稼塾の30年と言わずに多めに払いますよね。で、こういうふうにして私はなんて言いますかね、フロントエンドイコールバックエンドって考え方ですよね。速稼塾っていうフロントエンドを売りながらもバックエンドがすでに販売完了しているという形でございます。まあ、ですんでね、30年ローンで30万といっても40万とか50万みたいに多めで払ってくださる方が結果多いんですよね。もちろんその支払いには1年とか2年とかかかる方が大半です。1年で力がついて儲かるようになったんで、ありがとうございました、ちょっと遅れたんで多めに払いますねって方ね、これが嬉しいですよね。35万払う方とか45万払う方とか、中にはね80万90万払う方もいるわけですよ。で、会うたんびに10万円くれる方もいますよね。だからそういうふうな形でね、私は受け取る人の力量に合わせた商品を一個一個作ってるっていう、このきめ細かさ、そしてその限界値が多分1000人だと思うんですよ。1000人という速稼塾塾生さんの中で、私が今お話したように細かく要求してくる方っていうのは1割に満たない方です。でもその1割に満たない方っていうのは100万円以上の支払いをすでに完了している方なんですよね。で、そういった形で私はオリジナル塾っていうのができたかなと思います。それはこちらから設定したカリキュラムを頭から順番にやらせるってことじゃなくて、あなたの求めているものをあなたのできそうな形でこちらが一個一個一人一人作りますよという形にしてるわけなんですよね。阿吽の呼吸、まさにね、吉谷さんが言われてることも本当そうだなと思います。1年経ってその方がね、発信者として鍛えていけていれば、発信者の気持ちが分かるから発信者に手渡す情報っていうのも変わってくるよねってことなんですけどね、本当に素晴らしいなと思います。吉谷さんのね、ドリームアカデミアとこの私の速稼塾ってものね、この2つさえ日本にあればもういいんじゃないかなと。あとは全部詐欺塾とインチキ塾というふうに評価する方もいるぐらいですからね。それでは本日は以上です。